かいろんなことを言います。喧嘩の前にこちらは違います。とにかく無口で最短距離でとにかく早く手を出そうとしますね。だから行っていきなり殴りかかりますよ。やっぱり軍隊経験をしてる人の喧嘩は違うなと思いますね。ですからこっち来たら私喧嘩負けるからなるべく喧嘩しないようにしようと思います。シュッとしてるんですけど完全にボケてらっしゃいますね今の方ね。杖ついてから歩きを歩んだけで、カラビの人のとこには中国の人住んでます。スーパー行ってます。子供連れてます。もうちょっとで、もうちょっとで学生さんのツアーだったら時々ですね、皆さんまとまってこのいいところの中華料理店行くんですね。でそうするとすごい喜ばれましてね、で今度いつ来るんだとか言ってね、学生さん聞いてるんですけど、もう来ないとか言ってね、当たり前ですよね。卒業旅行できて今度いつ来るんだって言われて、どう答えていいかわからないと。後進国の人ってね、どこの国行ってもそうですね、なんか現地の人に親しくなってレストランで手握ってありがとうよかったって言うと必ずこれ聞きますね。次はいつ来るって。来ないよもう。